はこんにちは、サイコです。今日は NCT ドリームの初ソースをみんなと一緒に見ていきたいと思います。なんかさ、なんかめっちゃ話題らしいじゃないですか。ごめんなさい、本当に一歩遅れて、いつも一歩遅れてなんですけれども、はい、すいません、なかなか追いつかなくて。ほんと K-POP 早いんだ。よくみんなついていくような、すごいと思う。本当にすごいと思う。本当にどんな感じになっているのか、もうめちゃめちゃのすけで楽しみでございますけれども、なんかこういうの流行ってんの？かっこいい。うん。おー。ボンボン。ボンボン。ロンジュンくんだよね、これ。おう。バラ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 。フェリーフェナー。これなんて言ってんだろうね。ガレッガレッガレッ。かっけー。いいね。あー、いい声。いやー、ボナペティって言った？ナイス。いい声。あー、かっこいいね。いやー、この人、この人。わー。あらー、大変じゃないですか、これ。ファンの人たち、ハゲてんじゃね？えぇー！ I'm the one！はあ、これで終わりですか。はい。なるほどね。タン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 。なるほどね。SM はこういう、この音で終わるのね。なるほどね。はい。ということで、中之助で大変でございました。これはもう、みんなちょっと、ファンの方たちの怪我心配でございますけれども、私は。はい。というところで、まあ、一回まずね、音ありで、今度は、ちょっと解説も入れながら、お話が、大丈夫？ちょっと私なりにも気になった声のプリンスたちを、お名前挙げていきたいなと思っております。まずこのスタートなんだけどさ、ペンヤバラワラヤバラワラワラって、こういうのさ、今流行ってるんですか？流行ってるの？これ、日プ2のさ、コンセプト評価の楽曲の中にもこういうなんか声が入ってるような楽曲あったんですけど、何か今これが来てる的な感じのがあるんですかね。ちなみにこれ私聞いた時に、合成のジャストライトっていう楽曲を思い出しちゃったんですけど、私が一番大好きな曲ですね。なんか同じような感じで声が鳴ってるんですよね。ちょっとみんなにね、聞いてもらいたいんだけど。あ、ちょっと違うか。いや、でも、チャーシューみたいな、チャーシューって、チャーシューじゃないけど、言ってるよね。
無理やり、無理やり。はい、行きまーす。結構高いところ来てるよ。一発目から結構大変ですね。あー、マークくん、これはマークくんかな。バチバチのスケでかっこいいんですけど、え、ダルダンダルシェフ、このダルダンダルダンってこんな感じね。わかりますこれ。プレイ、あ、おープレートの言い方。おーもう一回聞かせてごめん。プレイ。やばいね。やばいね、マック君。彼の声もなんかすごい耳に残るんですよね。彼、チソン君ってお名前ですね。この髪の毛の跳ね方は合ってるんですか？これ正解なんですかね？かわいいけど。ごめんなさい。私の論順が来た、言うて。やばいんだ、論順くんの声。もうみんなわかってると思うけど。やばくない？マジで、ゴリ押しです。幸せ。やだー、ずっと聞きたい。ずーっと聞きたい。いいね、ここのパート好きだな。チョンロくん、チョンロくん。うん、好きですね。タラララララララ、チョンロくんのパートめっちゃいいわ。目が、ここで一回ズル向けになるよね、みんなね。ここで一回向けちゃうな、女子。みんな、行ってまうんちゃう？このジェノくんパート強いな。オーマイガーシュ。何混ぜてんだろう。はい。はい、皆さんいいですか？ここで、発音、滑舌の練習してください。ガリ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 。はい、どうぞ。せーの。はい、オッケー。ありがとうございます。マーク先生ご指導のもと、しっかり、舌をね、動かしていきましょう。てっ高いんだよね、結構。はじまーん。このはじまーんの言い方、めちゃくちゃこう、はじまーん、はじまーんって感じ。すごい。ちょ、聞いて。ちょっと待って、この、私、この水色の彼もすごく好き。てか、顔が好き。ごめんなさい。ジェミンくんですね。イケメンですね。はじまーん。はじまーん。すごいね。面白いね。作ってきてんね、完全に。なんか、なんか、もうすごい、後ろに引っ張るように歌うんだね。はい、絶対言ったよね。今、ボナペティって言ったよね。ボナペティって言ったよね。言いました。はい、言ってます。書いてあります。はい、ボナペティといえば、もうごめんなさい。これ完全にね、パッてまた出てきちゃったんだけど、あゆちゃんじゃないですか？たーだんだーだーだーごめん。たーらーらーたーだーたーたーらーたー。たたらたた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 らたたパティシエールってやつ知りません？パティシエールしか歌詞知らんのかいって感じなんだけど、そこでボナペティってこうアイユーが言うんですけど、ごめんなさい、思い出しちゃった。いやー、いいね。彼のこの低いラップ好きなんですよ。ごめんなさい、もうほんと大好物で、低いラップ大好物にさせていただいております。先ほどです。ジェノ君のラップマジ好きですね。まあくんもまたこのアクセントの付け方がちょっとまたジェノくんと違うのかな。ジェノくんはどっちかっていうと声質で結構ガラガラさせるんですよね。ちょっとノイズっぽい感じのを入れるっていうか、そんな感じなんですけど、マークくんはそれよりもノイズっていうよりかは、元々のその声の低さに対して、しっかりこう、アクセントとか、シーンとかをバチバチ当てていくようなタイプかな。そうだね。やばくない？ヘちゃんくんの声。え、マジ
子なんですけど、マジ天使なんですけど。も好きです。もう一回お願いします。あー、今のとこ好きなんだけど、同じ人いませんか？エムリー、あーら、え、ちょ、ロンジュン君マジ好き、マジ好き。 I'm the one、 え、これ I'm the one 言いたい。 I'm the one めっちゃ楽しいじゃんすごい楽しんでんだけど、私いける？ホットソース強くねー。あ、皆さんいいですか？ガリ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 、下の運動してください。ガリ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 、あー、かっこいいね。めちゃくちゃいいところありましたけど、今チョンロ君のめちゃくちゃいいところありましたけど、今ここ好き。オプチャーナー、オプチャーナーのところがノンチョワノンチョワ。なんじゃこの声って感じしません？ちょっと待って、ヘちゃんくんどういうこと？これヘちゃんくんだよね。ワネ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 バラダタダラダラタラタタ、なんかわざとこういう声作ってるみたいな。好きなんだけど。オーマイガー、あたいのロンジュ、ナイスナイスナイス。ルルル、ごめんなさい、すごい顔で止めちゃった。すごいいい顔されてる。すごいね、もう C5 シャープ、上のドのシャープの音ですね。そこもバチクソリ綺麗に出しておりますね。ヘッチャンくんすげえな。ボナペティって言ったよね今。アンダーワン、アンダーワンマジ痛くなんだよね。ハッサーハッサーって誰か後ろで言ってんだよな。めっちゃうめえんだよこの人。誰、素敵なんだけど、この後ろでずっとなんかワーンとか言ってる人、ヘイちゃんくんかな。あらまら、安全安全、はい、っていうところでございましたね。はい、お疲れ様でした。え、やばいねやるの遅すぎマジで、え、つえじゃん。ちょっと待って、今回私的に、ごめんなさい、私的にマジで来たのがへちゃんくんと私のロンジュン。やばい、ちょっと二人の声とんでもないんですけど。で、あとちょっとラップ組で、ちょっとさ、こうガラガラ声みたいな感じにしながらラップをするジェノくんと、マークくんのあの子音の使い方とかが私めちゃくちゃタイプですね。めちゃくちゃ好きです。ドリーム先生ありがとうございます。